越山亮一選手に来ていただきました。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。さあ見事なファイナルへの切符を手にしたわけですけれども、今の率直なお気持ち聞かせてください。そうですね、まあダブルス負けて 0-1 と苦しい流れだったんですけど、2番3番といい流れを作ってくれて、僕も思い切ってやることができて、チームの力で勝てた勝利だと思ってます。そして今日は何と言ってもですね、この岡山リベッツ大応援団の皆さんの音量がすごかった、力になったんではないですか。そうですね、まあ、遊戯体感なんですけど、僕らのホームみたいな感じでいい試合ができたので、応援ありがとうございました。さあ試合を振り返っていただきまして、勝因は何だったんですか。サーブレシーブの展開が良く、それで、まあ、僕のボンミスが少なくていい流れに乗れたと思ってます。すごかったですね。そして見事プレーオフファイナル進出が決まりました。明日はいよいよ木下マイスター東京との対戦となりますが、会場や中継で試合を応援してくださっている皆様に一言意気込みをお願いします。岡山リベッツは木下マイスターに勝って優勝するつもりなので、応援よろしくお願いします。吉山亮一選手にお話を伺いました。大きな拍手お願いします。6 game and match to Okinawa Rivets Yoshiyama Yoshiyama 2